東京新聞望月そこ、菅官房長官に2度も注意される。本日、東京新聞の望月そこさんが菅官房長官の記者会見にて、次のような質問をいたしました。あのご発言後にまた二階さんが再度してはどうかという発言が出ました。で、総理の休校要請に関する国民の疑問に、やはりあの会見ではしっかり答えられていないんじゃないかと、国民が感じるから、まあ、独演会ではないかとか、台本通りの決まったものかじゃないかという、こういう批判が出ているのではないでしょうか。で、長官がなぜあの会見で批判が集中してしまったと思うのか、今のご発言を踏まえると、記者会との話し合いでやっている中で、今後もですね、今回のこの首相会見に関して、結論を早く言ってください。結論を早く言ってください。記者会との話し合いも含めて、あの首相会見を開催するべく話し合いをして、再度開催をするつもり、これはもう一度考えるべきじゃないでしょうか。幹事長がそういう発言したことは、当時承知しております。まあ、総理としても国会などで、丁寧に説明していることも事実じゃないでしょうか。あのご発言後にまた二階さんが再度してこのようになっておりまして、この望月そこさん、安倍首相の記者会見が独演会だと主張されておられますが、この政府の記者会見にて独演会をしている望月さんがそれを言ってしまうんでしょうか。本日は2回も質問させてもらえたのに、望月さん、質問ではなくて活動家のようにアジテーションを長時間続け、2回も注意されておられましたが、この望月そこさん、もう記者というよりも共産党にべったりだったり、こういったテロ集団である核丸派の JR 東ローソとの関係も確認されていたりと、もう記者よりも報道よりも国民の知る権利よりも望月さん自身の思想を最優先していることが皆様にもお分かりいただけるんじゃないかと思いますが、日本政府にはこれ以上おかしな活動家によって日本政府の記者会見が乗っ取られ、活動家の独演会が展開され、おかしな主張が世界中に垂れ流されないように、今後も厳しく対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。